バランス取るっていうのは、ここでキーボードにあるファンクションキーって上の方にいっぱい、1から12ぐらいまで並んでると思うんだけど、それのうちの3番を押してみてくれますか。 F3 ってやつ、かっこいいミキサーが出てきて、今ミュートになってるのはこのカラオケと、こことここは触らないで、さくらちゃんが作ってくれたトラックは分かりやすく真っ赤に色変えておくね。これはこれ2つ選んどいて、ここの下のところにほらトラック名が書いてある、そこを押したらこんなほら色出てくるから、でそれで真っ赤っかのやつ選んどいてください。はい、自分のよう分かるようにね、これがね。あとはこれをビューっとこうしながら、これずーっと動かしていって、まず基本のやつで、今まあまあのバランスにしてあったから、これちょっともう一回、ミュートにしますよ。はい。で、これもさくらちゃん作ってくれたやつやから真っ赤っかにしとこうかな。はい。そしたら、ここで、この三つで、大体にバランスもう一回合ってるか、こう聞きながらやねんけど、ここでこうやってね、こう囲んどいたりしたら、ここだけぐる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 ループして再生してくれるようになるんですね。ここで、そちらのパソコンのキーボードに、10キーってついてる、右側に。10個の電卓みたいに。ありますか、はい、それの上の方に、こう、スラッシュっていうのがありますか、斜め線。はい。それを知ってみてください。ここは青くなったでしょ。こうしといたら、ここばっかりぐる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 再生してくれるんです。それで、まず、これと、そして、まあ、ピアノ紫やから、この、これと、この4つで、自分が、バランスがいいように、あ、ピアノもうちょっと聞こえた方がいいかな、とか、この4つで、これを、上げたりしていってください。じゃあ、はい、再生しますよ。でいいかな、うん、はい。今先生が聞いたらちょっとドラムが大きいかなって感じでしたんで、はい、ちょっとドラム微妙に下げて、でもね、さくらちゃんプロみたい。何かっていうと、何にも教えてないんだけども、このミキサーって触ったことある？うん、触ったことはある。ある。うん。あ、そうなん。多分お父さんの持ってる、うん、あ、お父さんの持ってるやつな。あのね、これお世辞で言ってるんじゃなくて、何がうまかったかっていうと、一旦ね、こういうの合わすときは、ちょっと大きめとか小さめにビュンと上げるの。そうでないと、どんだけ上がったかわからないじゃないですか。一回、もうやかましいほどにちょっと上げて、そして下げていかないと、微妙にピッ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 と上げていってあって、全然わからんから、ドラムを一回ちょっとギュッと動かしてみて、合わす。はい。だいたいそれぐらいでいいかな。ほんでね、この、ここにミュートってあるじゃないですか。これを一個ずつこの右側から外していって、一個目外すよ。これで、ね、何かの楽器、これは何だったかな。あ、メロディーか。メロディーは後でいいか。じゃあここからこれ外して、これが、なんて書いてあるの？シンセリフ。シンセリフ。シンセサイダーが入るから、でもね、これよく確かめないといけないのは、このシンセサイダーが、この今回ってるところにあるか、例えばここシンセサイダー切れてるみたいじゃん、ここ。うん。だから、これちょっともう、このシンセサイダーがちゃんと入ってるところでこうやっておいて、そして、これ鳴らすから。で、自分が、あ、まあ、だいたいこれでいいかなと思ったら、またこれを外して、またこれ聞いて、一番上までもしなくていいから、ちょっと大きめ、ちょっと小さめぐらいにして、で、最後自分の欲しいところに決めていくという、そんな感じで、
この4つ、今4つね、メロディーはちょっと別で、4つやってください。はい。ここらにあるな。ここらにあるから、これをピーッとこう引っ張って、じゃあ、これを、よし、これで行ってみよう。はい。だいぶ良くなった。で、ね、最後にメロディーを入れてみようか。はい。メロディーはここはあるかな、下の方。メロディーあるね。はい。そしたら、今度はまた一曲ずらーっと流すから、その間に今のところの4つだけじゃなくて、自分がやったドラムとかも含めてでもいいので、ずーっとこれを触っていって、まあ、もうこれでよかったらこれでいいんだけど、そうじゃなかったら自分で触ってみて、上手にバランス取ったな。うん。おおむね、100点っていうのはお世辞は言わんけど、90点ぐらいはですね、バランスよくできたと思います。これが、今やった作業がミキシングっていう作業ですね。じゃあこれでいきますが、もう一回、あーって言ってください。あー。はい。この音がやかましすぎないか、もう一回確認。どうですか、カラオケの音。これ大丈夫です。はい。じゃあ、これでいきます。あの日だって、この日だって、いつだってそうしていた。先も見えない、果ても知らない世界がそこにあるけど、レッツゴー、転んですりむいて、レッツゴー、何度も歩き出す、隣、君に決めた。はい、ありがとう。頑張って歌えたやん。自分でなんかここいらんだなと思うところってある？そんなに気になるとこはなかった？はい、大体は。大体いけた。はい。じゃあ、こんなことができるんですよ。自分の歌が、こういうネットを使って歌ったら、若干、
そっちからこっちまで声届くのに1000分の2、30秒ぐらい遅れるようになるんですよ。今手元に譜面はありますか？あります。はい、ここ音取るところどこか教えてね。はじめまして。はこのはじめましてっていうとこわかる？はい、そこって一小節の一番初めからはの音が音符としてありますか？ちょっと待ってください。はい、僕も今ちょっと探して開けれるようにする。あ、最初からです。僕も譜面を今立ち上げ中です。どの辺だろう、もうちょっと下かな、教えてよ。ここね、はい、初めから入ってるでしょ、はい、せやのにここほら44小節目の初めやけど、ちょっとだけほら声がここ遅くなってるでしょ、ほら、はい、もちろんさくらちゃんがちゃんと歌えたかどうかはもちろんあるんだけれども、ちょっとやっぱりどうしても遅れ気味だから、これをちょっとだけ前にやります。こういう風にね、うんうん、で多分前もねえまだねえまだまだのまが、ここはちょっと早いかな、でもねえが一拍半だから、ここバッチリだ、ほら、ね。ねえ、まあ、とこう多分行くんだろうと思うんだけども、でこれ、ここがどっからまあかなんてほら、わかりにくいでしょ、これ、はい。こういうのって。でも、これが、こんなことできるんですよ。いきますよ。コントロール M を押したらね、さくらちゃんの歌が、譜面に変わるんですよ。こうやってね、音程が、こういうふうになるんですよ。この歌は波長調の歌なんですよ、基本はね。ちゃんと C メジャーとこう出てるでしょ、はい、ただもうプロの人が歌ってもなかなかそう簡単には音程というのはねえまだまだまだこうねえまだまだまだってなってるんだけど、こっち側にあるのがピアノの鍵盤になってるの。だから黒鍵が C の上に黒鍵が2つあって、ミートファーには黒鍵がなくって、また黒鍵黒鍵黒鍵となってるように、これがピアノの黒鍵と白鍵ね。ねえまだまだやから、こいつはソから始まってるの、初めね、うん、やけどタクラちゃんはソのシャープから歌ってんの。これわかる、うん、はい、これどうしたらいいかって、ね、こんなことできるので、ねえと言って、でえはドレーとなってるわけね。でこれね、これあれドのシャープのとこにあるじゃんとか思うでしょ、これね、はい、やけどこれはねえまのところに行くのにコンピューターが間違ったのね。どこで言葉を分けるかを間違ってるから、ここでこうしたらこうなって、で案外いい音程で歌ってんので、これがねえままでが全部一緒になってしまってんの。これがね、これをどうしたらいいかというと、ここでこんなところの上でカチカチっとこう押したら2つに分かれてくれるの、うん、うん、でこの玉くりみたいなのが正しいんではなくって、折れ線グラフみたいにあるじゃないですか、うん、でこの上のところがちゃんと D いわゆる例の音まで上がってるでしょ、これ、うん、ピュッとこう、だからこれで絵はドのシャープだけれども声はレぐらいまで上がってるわけね。まだまだやからまだまだだの音がドの音だから下へ下がってるでしょ、ドより。これをさくらちゃんちょっとドのとこまで上げてくれる、ギューンと。もうちょっと右側で真ん中ぐらい、そう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 、でまだまだ、ね、まだまだいいそうのいいはレの音だから、それをそれもちょっと下がりすぎ気味やから、もうちょっと上上げてくれる、はい、そう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 、それでこの折れ線グラフを信じた方がいいから、もうちょっとだけだ、うん、もうちょっとここぐらいまで上げてくれる、はい、
そう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 。さくらちゃんは小さい時からピアノやってるから、これはもう霊の音やなって、いわゆる絶対音感っていうのがある程度はわかるの。どうなの？イーの音はそこにあるミーの音まで上がってるけど、それもちょっとだけ低いの。わかる？ミミのところがちょっと低いでしょう。その上、その隣の、そう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 、そいつがちょっとミ、うん、それビュッとちょっと上げて。そう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 。急いで出かける準備はできたかい？君に見せたい不思議の世界、見送りならいらない、たとえ日の、はい、細かいところはまあいいんやけれども、いらないがレミファミやから、見送りならいらない、いらない、これがいらないやから、ここが一個になってしまってんのね。ちょっとね、聞いてみるよ。ないらない、これもちょっとここで最後下がってんのね。ちょっとだけやけど、それちょっともうちょっと上げてくれる？ないー、そう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 。あ、まああれやね、だいたいさくらちゃんはあの音感は、ほんでね、ここにね、しましま模様のおかしなやつあるでしょ、うん、これ何かっていうと、たとえ、ほら、わかる？息継ぎしたやつ、これね。で、これね、息継ぎしたってちゃんと分かってくれてんの。これは別に上げても上げなくても、息継ぎやから変わらないようにうまいことできてるのね。で、こいつが、たとえ、息継ぎ、はぁって聞こえすぎて嫌やなと思ったらね、ここにこう、ボリュームを調整する、こんなあの、道具があって、これをこうして、ちょっと下にこう持っていくと、ほら、だんだん小さくなって、ほら、息継ぎ小さくなってくれんの。うん。うん、で、いくよ。たとえ火の中、水の中、手探りで見えない今日の中、はい、ピー、はい、ピラー、うん、上手上手。そんな感じでチャッチャッチャッといったらいいよ。ガー、うん、ポーポー、それはうん、それでそれ何の音やろ？僕ら、うん、ん、何の音かな今。ミです。僕らの音のとこやな今。違うの。それが棒やな。はい、な、棒の前は、なそれ隣も一緒やけど。それがキューンと上がってるから、その上がってるグラフのとこがどうになるぐらいに上げたらいいの。ガー、そう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 、はい。で、次が、のーが、ラーの音入ってるから、それでいいかな。うん。うん。ここでほんだらさっきみたいにこの上の方へ持っていたこんなアイコンになるから、もう一回やってみて、はい、でそこでパンパーンと切ってしまう、そう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 、うん、うん、ええ感じ、ちょっと、うん、ちょっと高いよな、そうそうそう、うん、うん、うん、それまえ、それかー、それレーまで上がってんねんな、はい、うん、そ、よしよしよ、かー、うん、だんだん触り出してたらさ、あの触りたくなるやろ、自分が違うところが分かったら、はい、うん、
回それも回ってなってるからな、半分ずつ3つぐらい入っちゃう。うん、3つ会話まで入ってるやろな、多分そこ、はい、だから3つに割ってく、割ったらどうやろう。そうそうそう、かーいわーあーなーくだいぶ上手になってきたな。はじめはものすごく楽で便利で省略することをやってもらったでしょう。うん、でもね、やっぱり制作するというのはこうやって地道な仕事もあるんですよ。楽なことばっかししとったらあかんから、まあこれはもう頑張って最後までやりきると、はい、頑張ってください。じゃん、ピッ、なんみたんりおなり君に決めた。よっしゃ、できました。そしたらちょっと聞いてみるよ。だいぶ歌うまくなってるで。準備はできたかい、君に見せた不思議の世界、見送りならいらない、たとえ火の中水の中手探りで見えない、今日の中よし、これにお父さんも欲しいと言ってる、まあカラオケ屋さんでいうエコーね、リバーブね、これをこうやって、自分の歌のところにこうやると響いてくれんだけれども、これは人工知能がさくらちゃんの声に一番合ったリバーブを考えてくれるの。こうやって先も見えない果ても知らない世界がそこにあるけど、 Let's go 転んですりむいて Let's go 何度も歩き出す隣君に決めた。はい、自分の声な、うんと、これやから、隣の街から景色はどこぐらいがボリュームええか、自分が好きなようにしてみて。ぐらいでいいか、はい、この状態でちょっとカラオケ変えたから好きな声のバランスにしてください。はい、こんな感じでいいかな。はい、最後にこれをこの上のソングのメニューからミックスダウンエクスポートっていうのを選んでくれますか。3つ目、はいはい。そして自分でここに名前つけときましょう。この歌ワンツースリーやったからワンツースリーでさくらとか入れといてもらおうかな。ワンツースリーってね、そうやって点ついてるの知ってんねんけれども、Windows でファイル保存するときに点がついてたらダメなときあるから、もう1、2、3って打ってもらおうかな。はい。はい。それで OK を押してください。はい、終わりましたから、ここにファイルになって、1、2、3、さくらっていうのになってるので、これを
送りますから、お父さんのメッセンジャーにでいいかな。はい。はい。お父さんのメッセンジャーに送るから、一回そっちで最後聞いてもらって、今日は終了ということにします。一番だけぐらいだいたい聞いて、で、もう一回ちょっと僕とお話ししましょう。じゃあ、送りますから、お父さんに今送ったからちょっと一緒に聞きなさいって言われたんですって言って言ってくれますか。はい。さくらちゃん今日はどうでしたか。楽しかった。それはよかった。こうやってすごい手間のかかることと、そしてまあちゃちゃちゃっとできることといっぱいあるんで、まあまた関心持ってさらにピアノの上達にもつなげてもらってね、また勉強してください。はい、今日はこれで一旦終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。